前ってもほとんどあの静岡寄りじゃけんさ家が、あそこに荷物送って新幹線で北から安の車であの麓っぱらキャンプ場とか富士山が見えるキャンプ場とかあるの、そこ行ってキャンプしに行こうか、安がそっちのうちにそっちに行きゃいいよねって話になってこっち帰ってきたら何もでも今からでも行けるじゃんみたいな話になってさ、はい、じゃあ今度ちょっと計画立てようみたいな感じで、いいっすね、麓っぱらキャンプ行こうみたいなね。僕まだ会ったことないですけど。そうよね。あったけこの辺も積もるんで雪が、はい、うん、この前なんか雪中キャンプじゃん、はい、で僕いつもここでやるんで、うん、こう熱がこう上がるんで、うん、雪が落ちてくるんですねああはい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 先に蹴って落としたからね。うん、雪とかでも全然綺麗よね。はい。うん。雪の時ってやっぱスタッドレスタイヤがいるね。秋は秋がいいですね。やっぱあの秋？あ、こっちの紅葉樹がすごい。うん。葉っぱが舞うんで。ああ、風で、はい。うん。バリ宙を舞う、クーって、はい。うん。いいよ。本当はあの楓を植えたいんですよね。ああ。伐採してるんだけどね、ちょっと。はい。うん。伐採とかだもん。うん。チェーンソーいるね、これ。これ伐採して楓か。すごいね。あの基本使わないんですけど、うん、こういう焚き火とかだったら、うん、あの楓も結構匂いがいいんですね。あ巻きにしたいなと思って。あ、焚き火でこう木で匂いが違ってそれでいぶしたらなんか楽しそうよね。いろんな、はい、いろんなもんいぶしてさ、はい、面白いですね、味が変わるけんさ、うん、楽しいよね、うん、ああいう朽ちた杉なんかはすごい匂いがきついんですよ。うん。ずーんとくるんで。うん。それを使ったりとか。はい、面白いですけど、うん。え、朽ちると匂いが強くなるってこと？多分湿ってるけまだ。あ、はいはいはい。蒸発するときに、うん、匂いがすごい出るんですよね。なるほどね。Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.